あなたの身近にある奇怪にして不可解、奇妙にして不気味な事象、陰惨な事件、凄まじい怨念、祟り、呪い、怪奇、心霊現象、あなたはもう帰れない。房総半島沖の漁場で最近奇妙な魚が網にかかるという噂が立っている。千葉県の銚子では漁師の間に時折奇妙な魚が網にかかるという噂がある。かなりの大きさで網に被害を受ける漁師もいるらしい。深海魚らしく性格はどう猛で、他の魚が傷物になることもあり、被害が大きくなっていると漁協では話している。地元の人はこの魚を獣のようだと言って深海獣と呼んでいる。地元の水産試験場はシーラカンスのような化石的要素を持った魚ではないかと話している。似たような深海魚がインドネシアで捕獲され、学術名がシーアニマルというらしい。しかしこれとは異なる種ではないかと専門家は見ている。ダイバーが偶然撮影したこの深海獣と思われる映像がある。ご覧いただこう。もう一度ご覧いただこう。やはり怪魚深海獣の噂は本当だったのだ。